年は雪が降りました。寒い寒い冬でした。指先が冷えるのを感じながら、この学園に入学する前の冬を思い出しています。その冬も雪が降っていたように思います。足跡がつくほど積もった雪を見たのは、その時が初めてでした。バイト帰りの冷たい夜道、ふと振り返った時、真新しい足跡に感動したことを覚えています。あれから2年が過ぎました。再び雪の積もったこの冬に、私は2年間歩んできた足跡を振り返っています。学園での2年間はあっという間に過ぎていきました。ただただ学ぶことの多い、今まで過ごしたどの時間よりも密度の高い時間でした。絵を描くという面ではもちろん、たくさん学び、成長させていただきましたが、精神面でも多くのことを学び、成長させて